図祭下部の円形の区画が、ネクストバッターズサークルネクストバッターズサークルは、野球において、次に打席に立つ打者が待機するために、野球場内に設けられる区画である。次に打席に立つ打者が、滑り止めのスプレーをしたり、素振りをしたりするなどして打席に向かう準備をしつつ、待機するためのスペースである。通常、サークル近辺には、スプレー缶やバットから外した素振り用の重り、 スブリー用マスコットバットなどが置かれている。米国ではオフィシャルベースボールルールズ、また日本では公認野球規則においてそれぞれ位置や大きさが定められているが両者の規定は同様である。これらによるとネクストバッターズサークルとは野球場のダートサークルと各チームのプレイヤーズベンチの間のファウルグラウンドに各一つずつ計二つ設けられる直径5フィートの円形の 区画である。公式な規則として、次の打者が、ネクストバッターズサークルにいなければならないという決まりは、ないが、円滑なゲームの進行のためにはそうすることが望ましい。草野球や少年野球では、サークル内にいる選手は、しゃがんでいることがマナーとされる場合も多い。特に冒頭、ホイツ以外の本類でのクロスプレイ時には突入してくる。奏者に対して、姿勢の指示を送る役目を担うことになる。 また、本類に近いためファウルボールが飛んでくる危険性もあり、プロ野球でも待機中の自打者に直撃して負傷したという事例がある。なお、プロ野球においては自打者が投手である場合、試合に出場していない控え選手がダミーでネクストバッターズサークルに入って軽く素振りなどを行っていることがある。この場合、投手がそのまま打席に入ることが多いが、チャンスが広がることにより、 試合展開によっては投手に代打を送るという選択肢も出てくるため対戦相手を格乱させる意図がある。英語における正式名称は NEXT バッター、S ボックスであるが一般にはオンデッキサークルと呼ばれる。オンデッキとは打席を待つ状態を意味する。ありがとうございます。